から ESCO 東日本水戸。午前7時35分現在の関越道外環圏央道情報をお知らせします。はじめに外環内回りの情報です。川口ジャンクションを先頭に11キロほど、また和光北インターを先頭に3キロほどそれぞれ渋滞しています。また三郷中央インター付近にタイヤの破片があります。続いて外回りの情報です。福岡インターを先頭に3キロほど、また福岡インター付近を先頭に1キロほど、また松戸インターを先頭に4キロほど、また市川中央インター付近を先頭に2キロほどそれぞれ渋滞しています。ネクスコ東日本からのお願いです。追い越し車線は追い越しのための車線です。追い越しを終えたら速やかに走行車線に戻り、キープレフトにご協力ください。